時刻は9時30分を回りました。皆さんおはようございます。嘘のような本当の和の時間ですね。はい、和という字はお話の話、それから沖縄の和、それからみんなで和になれたらいいね、いろんな意味を込めて、このような嘘のような本当の和という形で MC は土井秀人がお届けしてまいります。はい、この番組はね、宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾海の見える素敵なスタジオから、午前10時まで、ね、放送いたしますので、ぜひ最後までお付き合いくださいませ。はい、ね、健康、ね、美容をテーマにした素敵な番組、今週もね、何か、なんだろうな、質問したいな、どうぞお気軽に番組にあとね、お電話をいただいたり、メールアドレスは797@fmginowan.com、797@fmginowan.com。 はい、この番組は YouTube ライブ、それからね、ネットで配信しています。ぜひぜひアプリとかね、サイマル放送やってますので、リスラジやマイチューナーレディオダウンロードしていただけたら、いつでも楽しむことができます。ということでね、今週も嘘のような本当のはお届けしていきたいと思いますが、はい、いつものように、WO イーストのドクター水素ボトル北条万才さん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、今週もね、もりもりちょっと素敵なお話が、続いていくといいんですけれども、はい、今週は、石川里奈さんっていうね、ゲストの方をお呼びしておりますが、はい、石川里奈さんのキャッチコピー、体喜ぶ魔女薬膳ランチということで、食堂なのかな、お料理、あ、名刺を見るといろいろ出てますね。ちょっといろいろこの後ね、ご本人からお話を伺ってみたいなと思うんですけども、石川里奈さん、おはようございます。おはようございます。はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、石川さん、ね、以前ちょっと、お会いしたことがあったんです、ご無沙汰してますけども、石川さんのね、まあ早速なんですけど、はい、嘘みたいな人生の中で、はい、なんかあったような、なかったような、あります？あります。あ、どんなんでしょう。ね、私、子供が7人います。おお、子供が7人います。それも嘘ですよね。すよく言われます。え、本当なんですか？本当です、本当です。おー、すごい。で、この私の子供たちって実は1人産みますよね。はい、私、中部病院で産んでるんです。子宮頸がんやってる、そう、中部病院それで、あっちは旦那さんしか入れないんですよ。旦那さんしか入れないんですよ、うん、なので、子供たちも絶対入れない、うん、で、なんですけど、うん、子供産みました、うん、産んで、廊下を歩いて赤ちゃんに会いに行こうかな、授乳時間、ね、会いに行こうかなってやってると、なんと、次の子供が空からママって呼ぶんですよ。次の子供さん、要は1人目産みました、うん、2人目の子がもうすでに待ち構えているんです、うんうん、お空から、うん、で、その子が次でもママって呼んで、みんなそれで私の元に生まれてきてるんですよ。で、性別も分かるし、名前も自分で決めてくるんですよ。へ、うん、自分で、自分で決める、この子が生まれる前に教えてくれるの。こういう名前をつけ て、 って、そうそうそう、それを言ってくるの。久々にこう固まってしまいました。すごいですね。それがやはり、はい、なんですか、石川さん、こう全身喜びになって、はいはい、どんどんじゃあ、もう降ってくるって言ったらあれですけど、降りてくる、降りてくるんですよ。わお、すごいですね。エンジェルの言葉。さすが沖縄です。さすが、ね、私はあの5人4人ぐらいまではね、別に全然驚かなくなったんですけども、あの東京あたりで5人いたらもうえらいことですよ。すごいことですよね。東京はね、2人いたら多い方です、うん、ね、そうなんですか。はい、いいですよ。7人です。頑張ってます。あと2人で野球チームですね。そうですね。でもね、これもまたおばあちゃんから死に産んだ後に、もう終わりだよ、お疲れ様ってきたんですよ。だから7人なんです。なるほど。あの、ちょっと武骨な質問ですけど、7、はい、よくね、ラッキーナンバーなんて言いますけども、はい、ね、なんかこう、あるんですかね、そういったこう、ですか、ね、ね、いやいや、そんな石川さんですが、すごい驚きますね。まさにうそんからスタートしましたが、ね、あの、お仕事はどんなですか、はい、この、うん、玄米
長尾と読むんですか。長尾、はい、どんなことを、はい、はい、ご活躍、自分自身が20年以上アトピーでも本当に苦しんでいて、で何をやってもアトピー商品に騙されるわけですよ。これいいよあれいいよ、じゃあ治ったのって言ったら、あ治ったけど、私はねほらそういう人たちのために写真も撮って、自分がこれこんなだったんだけど、そういうふうに綺麗になったよ、あなたも大丈夫だよって励ます側のお仕事をしています。で食事と発酵調味料を使ったお料理のレッスンとか、意識も変えないとまた同じ循環だから、意識も変えながらということで、占いも一緒に意識と食とその人を輝かせるお仕事をしています。それはなんて言うんでしょう、診断士さんみたいな、はい、診断士まではいかないんですけど、セッションとして鑑定として、はい、この人の体調を改善する薬膳アドバイザーというのをやっています。ああなるほどなるほど。じゃあどこか何らかの理由があって、はい、ご本人も例えば今一つ気づいてないであろう、そのなんかなんて言うんでしょう、具合の悪さとかそういうところを、はい、もしかしてどんな食事とってますかとか、そうですそうです、あお聞きして、はい、へえなるほどなるほど。あとやっぱり体調はストレスとかも影響してくるので、そういうのを意識でちょっとメンタルを見てっていう感じです。体調は言ったら全てですよね、はい、気持ちだけね頑張ってもね、ね、体がついていかないと、そうね、それはありますよね。なるほどなるほど。この一番やっぱこうね、人間大事なことは最後にとか言うんですけど、この運気爆上げ鑑定っていうのは、これはざっくり言いますと、それが食、はい、です、うん、食と占いと意識、やっぱり占いって意識ですよね、意識の考え方持ち方によってその人がやっぱり覚醒していく、輝いていくのも一つなんですよ。やっぱ食生活からなんて言うんだろう、このその人が元気になったらやる気も起こるけど、うん、まず元気がない状態ではね、前に進もうにも進めないじゃないですか、うん、なのでその運気が上がるような食事もあなたにはこれがいいよってお伝えしながら、一人一人違いますから、お伝えしながら運勢を見ながらって感じでやっています。なるほどなるほど。それは何かツールみたいなのがあるんですか。姓名判断だったり琉球歴を見たり出生名、そういうので生年月日を見ながらお一人お一人に合わせて鑑定しています。なるほど、ありがとうございます。でも何より石川さんご自身もですけどね、健康をやっぱり願ってのね、はい、うん、はい、うん、お仕事を、されていらっしゃるということなんですけど、じゃあここでちょっとね一旦 CM 入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当の話ということでね、今週も元気にお届けしております、パーソナリティ土井秀人と、ドクター水素ボトルの、北条政宏さんをお迎えしてますけれども、ね、ゲストに、石川さん、うるま市でしたっけ。私女村です。女村でしたっけ。ああそうですか、そうですか、自然豊かな女村です。女売店がありますよね。あそうそうそう、近くです。女売りますびっくりしました、あの看板最初見た時。最初はね、はい、ドギモを抜かれましたよ。もう全国の皆さんはもうびっくりしてると思いますけどね、今の話は、ね、もういまだにね、本当後輩の後輩ぐらいな縁でつながって内地から、ね、女村行こうぜってね、はい、女だらけなんだぜって言うとマジですか行きたいみたいな、単純ですよね。そんな村があるならばという感じでね、まあでもね、風光明媚、とっても綺麗なね、ところでっていう石川さんですけども、はい、先ほどね、ちょっとお話に出ました、その、まあ、心とね体の健康ということなんですが、石川さんご自身もちょっと何ですか、どこかがやっぱり正直悪くて、はい、ドクター水素ボトルとなんかご縁を、ね、はい、いただいたということなんですけど、どんなだったんですか。ね、私の場合もう20年以上本当にアトピーで苦しかったんですよ、うん、で定期的にちょっと肌荒れする時があって、やっぱストレスですね、ストレスがあるとやっぱ肌も
あなたちょっとストレスありますよみたいな感じで出てくる、吹き出てくるんですよ。でそんな時に、出会って、その時あの足がねとてももう黒ずんでたんですよ、うん、黒ずんでたんですけど、水素を水にしてスプレーにして体に塗ってたら徐々に徐々に綺麗になっていって、今ツルツルに改善しています、うん、どれぐらいですか、はい、出会って、出会ってまだ 2,3 ヶ月です。すごい、それで足はもう綺麗になりました。はいよ、うん、2,3 ヶ月ですか、はい、へえ、ね、肌は2週間ぐらいでガラッと変わる人もいます。へえ、そうですね、20年お悩みだった、はい、やはり、まあ、痛がゆかったり、そうですね、普段から辛いですよね、うん、うん、で出会ってみて、はい、そのいわゆる血流検査みたいな、あ、それは私、うん、やってないんですよ。まだやってない。そう、やってないの。じゃあ今度勉強会の時に、はい、ぜひ、うん、ね、まあ要はね、水素ボトルってね、よくよく私も番組の中で機会があればお話するんですが、はい、もうこんな巨大なね、うん、あのペットボトルのほら、2リットルぐらいになるじゃないですか、はい、あんなのよりもっと大きいの想像する方も多いんですけど、本当に普通のね、ペットボトル、500ミリリットルのっていうぐらいの大きさで持ち運びができて、水素水ですかっていうと、それをイエスという答えも返すんですけど、結局水素ガスから水素水の生成器でもあるというになると、うん、その吸い終わったお水をこうスプレーみたいなのにかけてたわけですか。はいはい、そうです、うんうん、でもちろんお鼻から吸入もしながら、はい、ああだいぶ変わりました。足もそうですけど、だいぶ変わりました。もうツルツルです。で私もう一つちょっと言いたいのがあって、あ、もちろんもちろん、子供もバドミントンしてて、うん、最初信じないわけですよ、うん、主人はすぐもう私がいいよって言ったらすぐ飛びついてくるんですよ。だけど子供はなかなか信じなくて吸わなかったんですね。だけど吸って部活後吸っていく、部活の前と後、うん、そうするとまあまあこれすごいかも、今まで勝てない人に勝てたんだけどみたいな。でしょ、言ったでしょ、だから毎日吸わないとって言って毎日吸ってます、あれから。うん、やっぱ体の疲れ具合が違うみたいです。 お嬢さんですか。男の子です。男の子で高校1年生なので、高1の男の子、はい、いろんなことがこう今知識に入り始めて、そうそう、まあこんなもんまさかやって言ってたのが、ね、はい、もう毎日です。おママは後でやって、今俺行かないといけないから俺からやらしてみたいな、取られるみたいな。それね、よくですアスリートのね、世界の名だたるアスリートの某何々さんやら、はい、本当に使ってらっしゃるケースが多いんですけど、そのスポーツという部分ではどうなんでしょうね。例えばですね、はい、沖縄県代表の長距離のランナーがいるんですけど、どうしても九州大会で勝てない相手がいたらしいんですよ。で吸ったら突然負けなくなった、その人に。多いですね、で全国に行けるようになったっていう人がいらっしゃるんですけど、まあ、先ほどアトピーって話もあったんですけどね、はいはい、アスリートにすごく大事なのは細胞の中の ATP 代謝って糖の代謝なんですよ。うーん、糖の代謝が水素を吸うとガーッと上がるんですね。だからパワーが増すんですよ。へー、そういうこともあってアトピーの方ってその糖の代謝がうまくいってないからなるケースが非常に多くて、代謝がうまく回り始めると糖が燃えてくれるんですよ。アスリートも同じように、はい、よく昔は乳酸がたまるとか言ったでしょ、今言わないんですよ。今は活性酸素がたまるって言うんですよ。乳酸と活性酸素が同時に増えるんですね、はい、だから乳酸が増えたら体が疲れてるって思われていたんですが、はいはい、乳酸はその疲れた体を癒すためにエネルギーとして自分が体で生成してるんですよ。だから乳酸は悪さしないんですけど、その乳酸を水素は火つけて燃やすんですよ。パワーを引き出すんですよ。だからアスリートが水素を吸い始めたらすごい効率よく自分の力が発揮できるようになったっていう方が大変多いんですね。で同時にアトピーの方は糖の代謝がうまく回るようになって、糖の代謝サーキットっていうんですけど、ぐる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 みんな回ってるんですけど、アトピーになられる方ってそれが逆走してみたり飛び出していったみたりするんですけど、
水素って不思議で、まあ、宇宙で一番小さい物質なので、うん、その毛細血管の中に入るだけじゃなくて細胞にダイレクトに入ってったりするんですよ。なので糖の代謝、あの代謝が一気に上がるっていうようなこともあって、すごくこうアスリートたちが使うようになったっていう経緯があるんですね。まさにそれが起こってるっていうことですね。お子さんの場合も同じですね。ねえ、ちなみに一番上のお子さんですか。そうです。あ、じゃあまだねあれですけど、はい、だいぶみんな大きくなってきてね、物心ついてくると興味持ち始めて、うん、1本じゃ足りなくなってくるそうです、ね、かもしれないですよね。今でもなので、ね、熊本の方でね、息子さんも娘さんも2人ともスーパーアスリートなんですけど2人とも実家に帰ってきて吸ったら何これってなって、結局1台じゃ足らないって話今なってますね、やっぱりね。でしょうね、はい、よくね、お嬢さんその説明会だったりするときに、そういう疲れを、要は先ほどねお話もあるんですけど、疲れにくくなるのもそうだけど、疲れをやっぱり早く取ってしまうというか、うん、それはなんでしょう、やっぱりそういう炎症みたいなのをこう、ね、ね、炎症を抑えてくれるとか、うん、糖の代謝を良くすることによって、うん、自分の体を癒す力が働いてるみたいですね。そうですよね。もうねびっくりしますよ、ラジオで、まあ、言ってしまっていいのかどうかっていう方もね、本当に。でも高校野球の、ね、方だったり、うん、本当格闘技の方だったり、うん、結構いますよね。そうそう、すごい、ライジンに出ていらっしゃるね、ファイナリストの庄司さんとか ね、出ていただいて、番組にも出てくれた。あ、ここにそうなんですか。東京から来てくださってね、ビーチバレーの日本代表の方に来ていただいたこともありますしね、アスリートの方々ももうこれ吸ったら自分の疲れも取れるし、もうこんなすごいものはないねっておっしゃいますよね。ねえ、そんなドクター水素ボトルのお話、このあとね CM の後またねお話を聞きたいと思います。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。はい、嘘のような本当の話ということでね、私土井秀人と今日はね、女村から、石川里奈さん、ゲストにお迎えしているんですけれども、ね、石川さん、そのご自身がやはりちょっと長い間ねアトピーで苦しんでいて、息子さんもバドミントンもちょっと強くなっちゃったりって張り切ってるそうなんですけど、どうですか、もう少しこう石川さんご自身の変化というか、はい、うん、ドクター水素ボトルをちょっと経験してみて、はい、やっぱり肌の状態が良くなっているので、うん、それはとても嬉しいですね、うん、お化粧ができない時もあるので、うん、その時やっぱりね化粧している自分としてない時って言ったら、やっぱ化粧している時の方がやっぱルンルンするので、うん、ね、うん、そうですよね、うん、なのでとっても感謝しています。ちなみにお忙しいと思うんですけど、はい、どれぐらい1日に続けてらっしゃるんですか。私はもう1回しか吸ってないんですけど、スプレーはもうお風呂上がりも朝晩やってる感じですね。いや、もうできる限り、はい、ね、続けて長く吸っていただくね、はい、吸入していただくのをお勧めしますけども、はい、まあ、そんなね石川里奈さんのご家族も多かれと思うんですが、はいはい、身近な方でどなたかそのドクター水素ボトルをと、はい、いう方いらっしゃいますか。はい、じゃあまず主人ですね、はい、主人もちょっと忙しくて毎日夜中3時とかに出ていくんですね、うん、製造業 で、うん、それでも毎日朝も早いし帰ってくるのは夕方で、体疲れるなって思って、疲れるよねって感じで、ね、ちょっとこれも吸ってみてって言ったら、もう主人も手放せない、疲れがたまらない、なんてすごいんだと思うんですけどで鼻炎も持ってたので、たまたまこの間お友達からいろいろ家具とかもらいに行った時に、もうほこりもやっぱ充満してるんですよ。で以前ならばもう鼻水は垂れるわ、くしゃみはするわ、目はかゆいかゆいって言うんですけど、この時何にも現象がなかったんですよ、ね、あ、鼻炎が改善されてるって、俺水素吸ってなかったら今頃またくしゃみだぜって言ってたんですよ、大変なことになりますよね、私もねそうだったからよくわかります、今なんともないですけどね、
大変ですね。本人からしたらもうとても嬉しいみたいです。あ、よかった、うん、本当に、うん、めでたしよ。じゃあ久々にみんな揃ってやりましょう。せーの、うっそー素晴らしいですね。あ、ご主人もじゃあね、はい、まずそんな春のお仕事ですと、やっぱり疲れがね、やっぱり溜まりやすくなりますから、ね、というのとね、あと、まだまだあります、まだあります、はい、ですね、実は父、私の父なんですけど、はい、建築業をしてて、うん、もう60やがて65ですよ、うん、それなのに朝4時から起きて従業員送り迎えしたりとかして現場出てって、まだ現役バリバリでやってるんですけども、去年の10月に肝臓がんでもう手術したんですね。それからやっぱ肝臓って疲れだったりそういうのを、ね、分解してくれるところみたいで、そのもういつもどんより疲れてたんですよ。朝も早いし、うん、なんですが、たまたま車に乗せた時に水素持ってたので、うん、ね、お父さんこれちょっと吸ってみて、彼はとっても楽になるよって言って、そうしたらもう目がどんよりしてたのが一回吸っただけでバックミラーから父の顔見てみたんですね、表情みたいな、目がビヨーンってもう大きくなってんですよ、っていうことは、あ、体がね疲れてどんよりしてたのが、あ、生き生きしてる、目の輝きが何とも言えないんですよ。で、お父さんさっき目がしょぼんってなってたら目が開いてるよって言ったら、父がいや、これやっぱ 俺はね一回手術もしてるから朝も早いし俺にはいいかもしれないなって言ってたんですよ。いいと思いますね、うん、欲しいみたいです。うーん、ねえ、もうなんかなんて言うんでしょう、なんかね私時々あるんですよ、このうるっときちゃうそのね反応ね、はいはい、だからこのよくね、あと出会いとも言ってるんです、うん、ね、はい、もちろんその石川里奈さんがご家族のまあ中心というかね出会いのきっかけだったんですが、はい、息子さん、ね、旦那さん、お父さん、みんながあれって首かしげるほど、ねね、良い状態になっていくドクター水素ボトルですよ皆さん、ね、よかったですね出会えて、はい、ありがとうございます、ね、本当にすごい話聞くとね、お父さん、番組でねこうしてお世話になってよかったなと思うんですけども、ね、だから私なんかでもね手前溝なんですけど、そのやっぱりどっかね苦しんでたりっていうのも言葉にしてくださらないとわからないじゃないですか、はい、で苦しいってねこんなプラカード持って歩いてるわけじゃないから、うん、はい、だけどこういう日常をね誰かと話すことってすごく重要だなと思ってて、うんうん、そうするとね、まあ実はがんを患ったことがとかねいろいろ出てくるとね、こういうのがあるんですよっていう、うん、そのまあ例えば代表のね、石川さんになっていただいたんですけど、今後そんな方が出会ったら石川さんはどんなふうに言いますか。まず吸って、うんね、まず吸ってみて。そうですね、うんうんうん、なんなら貸してちょっとね、そうそうそう、石川村貸してとか思いますよね、うんうん、自分もよくやったんですけど、あれですよ、説明会がね、またね、うん、北条さんが、はい、まあ、月に1回何日もね滞在してっていうのはありますから、ぜひねラジオを聞きの皆さん、あ、もう痛いしな辛いしななんていう方もねご興味あったら、FM 技能案さんにね、問い合わせのお電話いただいても結構です。ぜひね、何それっていうことでお電話くださいませ。はい、ということでね、今週もいろいろと話を伺うことができましたが、ね、本田さんまた来週ぐらいとかもね、ゲストの方がいらっしゃるので、ちょっと全国のね、いろんな方の出会いとかね、はい、エピソードも聞かせいただけたらと思うんですが、石川里奈さんどうでしたか。慣れてます、でもラジオは。いえ、慣れてないですよ。です、ね、楽しかったです。でもそうです、ね、あっという間ではありましたけども、ね、あっという間です。ありがとうございます、ね、はい、石川里奈さん検索したら出てくるんでしょうかね、はい、体喜ぶ魔女で出てきそうな感じではあるんですけども、はいはいはい、ぜひね美味しいその体のためのお料理やいろんな方にね、あ、いいかもと思う方ぜひ検索してみてください。はい、ということで今週も嘘のような本当のは、ドクター水素ボトルの北条雅弘さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ゲストの女さんからあれだね、昨日まで石川里奈さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では皆さんまた来週、ありがとうございます。